第1回は生まれは日本、育ちは香港、香港在住歴40年以上の日本語がちょっとおかしなケンタがお送りする香港ケンタチャンネルです。このチャンネルでは香港の三面知識系のニュースや香港に住む日本人の方々に何か役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。では早速やっていきましょう。さあ本日8月4日金曜日です。現在時刻6時50分です。本日最高気温32度、最低気温28度で雨ですね。降水確率60% なので、傘持ち歩いた方がいいんじゃないかなっていう感じの天気です。ただね、午後からはね、晴れるって出てるんですよね。なんで天気予報雨なんだろう。まあいいや。以上天気予報でした。続きまして、香港ドル日本円相場やっていきたいと思います。現在の1香港ドルは18円25銭でした。続きましてビットコインの価格やっていきたいと思います。現在時刻6時51分です。ビットコインの価格は29,195.78でした。さあ今日もゆるっとニュースやっていきたいと思います。今日のニュースはですね、香港と中国に関するニュースという件と、あと、どうでもいい香港の地震事件というのと、あと沖縄の台風で帰国できない香港人多数、この3件について話していきたいと思います。まず中国と香港に関するニュース、最近中国香港間の行き来が復活して、香港に大量の中国人が入国してきてます。で、どういったことが起きているかというと、大量に中国では輸入が禁止されている美容グッズなどを、入国持って入ろうとしたりしているらしく、今回ニュースに上がっていた人は美容グッズをね足に巻きつけてロングスカートで入国したところ、香港税関をね超えるときに逮捕されてしまった中国人女性、またね、あと香港に行けば簡単に仕事が見つかると言われて香港に来たけど見つからず、仕方なくね老人を階段裏に呼び寄せ金品を奪って逃走したが捕まった5人の中国人グループということでね、こういった事件が起きてます。中国はね、コロナ規制を解除してからもあまり状況が良くないみたいで、今挙げた2つのニュースも昨日のニュースなんですが、私もね、このチャンネルで何度か取り上げさせていただいているニュースと似たようなニュースだと思うんですね。で、やっぱりこういった事件がね、ちょっとずつ増えてきてるっていうので、中国からね、やっぱり香港にこういった、まあ、簡単にお金が手に入るとかですね、そういう理由でね、来てくる方多いと思います。で今はね本当特に香港で北京語で話しかけてくる人たち、まあ、私なんかだとねその北京語が広東香港人のね北京語なのか中国人の北京語なのかって聞き分けることができるんですけど、基本聞き分けることができない人たちはですね、中国語で最初から話しかけてくる人について行ったりしないように気をつけてください。特にね北京語喋れる日本人ってよく見かけるんですが、なんだろう、中国語を使ってる日本人って香港人から見ると中国人と同じ扱いになっているので、今現状こういった状況なので、気をつけて過ごしてほしいなと思います。正直ねまだよくわからない英語で喋ってる日本人の方がいいサービス受けられているように感じます。まあ、どういう状況に今後なっていくのかは分かりませんが、今現時点では、そういった状況なので、中国語を喋っている香港にいる人たちは気をつけた方がいいかなと思います。さあ続きまして、どうでもいい香港の珍事件、 MTR で170センチ超えの、冷蔵庫、高さ170センチ超えの冷蔵庫ですねを運ぶ人が写真に収められていました。いやまあ MTR のね持ち込み制限ってあるんですが完全にオーバーしている、そんな感じの荷物でした。いやまあ本当ね MTR にね大きな荷物持ち込む人結構いるんですが、まあやっぱりそんな中でもねちょっとこう異例というかありえないなと思って、で MTR にこの写真について報道陣がですね確認を取ったところ、 MTR もこの写真がいつどういう経緯で撮影されたか知らないけどありえないからって言ってました。いやどうなんでしょうね、まあ冷蔵庫運ばないでほしいですよね。とても不思議な珍事件でした。さあ続きまして、沖縄に大型の台風が来て帰国できない香港人多数、沖縄の台風ねまだまだ油断できない状況だと思います。みんな安全にね過ごしていただければと心から祈っております。またね最近 Facebook で数年前の投稿で私が台風が来たとつぶやいている投稿が、しょっちゅう出てくる感じですね。3年前とか7年前とかなんかいろいろ出てきてるんで、今更ですが台風の時期なんだなって改めて実感しました。
沖縄の皆様、引き続き気をつけてお過ごしください。なんかね、 V 字で沖縄の方に戻ってきている、そんな感じのイメージがあります。またね、九州の方に向かう可能性もあるので、九州の皆様も台風に備えて過ごしてください。皆さん安全に、健康で、ね、安全に、ね、過ごしてもらえればと思います。ということで本日のニュース以上です。このチャンネルではこういった香港の三面記事的なニュースや、香港に住む日本人の方々に何かお役に立つ情報が配信できたらいいなと思って、毎週月曜日から金曜日朝8時半までに配信できるように頑張っております。もしチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録といいね評価で応援いただけるとすごく嬉しいです。ということでね、本日ここまでさせていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん良い一日を過ごしてください。ちょいきんまたね、バイバーイ。